フロスだけで構成されたデスクトップ画面フロスはフリー、リブレオープンソースソフトウェアの当時語でありフリーソフトウェアとオープンソースをまとめて表現する語であるフリー、オープンソースソフトウェアの当時語をとってホスとも呼ばれるフリーソフトウェアという語は1980年代にフリーソフトウェア運動の創始者であるリチャード・ストールマンにより作られていた他方で 開発者を一般に募ったり、ソフトウェア間でのソースコードの利用を推進したり、するという目的において、ソフトウェアのソースコードを開示することに関心を持つ企業などが現れた。しかし、フリーソフトウェア運動は、特許権や著作権などの知的財産権による独占を否定する社会変革運動である。そのため、知的財産権による保護に基づいて、 事業を展開する多くのソフトウェア関連企業やデバイスドライバの内容を知的財産権によって取得しているハードウェア関連企業などにとってはフリーソフトウェアの概念は容認され得ざるものである。そこでソフトウェア開発手法としての概念であるオープンソースという言語が1998年に作られた。すなわちオープンソースという概念はフリーソフトウェアが持つ 社会変革思想を置いたものである。したがって、オープンソースの語は多くの企業に広まり、マスメディアにもしばしば積極的に取り上げられるようになった。リチャード・ストールマンをはじめとするフリーソフトウェア運動の推進者は、オープンソースという語はフリーソフトウェアの意図を表していないとして論乱し、フリーソフトウェアと呼ぶべきであると主張している。その結果、 フリーソフトウェアとオープンソースの双方を包括する表現としてフォスやフロスが使われるようになっていった。フリー、オープンソースソフトウェアという英語の当時語であるフォスは時が経つにつれより多くの言語で概念を伝えるためにフロスとなっていった。L は自由なを意味するフランス語やスペイン語のリーバ、イタリア語のリベロを表す。また、フリーという語が多義であり、 フリーソフトウェアについては、自由の意であるのにもかかわらず、無料の意と混同されがちである。そのため、フリーソフトウェア支持者はしばしば、自由の意を明確にするために、英語ではないもののあえてラテン語のリーバという語を好む、ことがある。フリーソフトウェアや、オープンソースの概念を生み出した陣営は、それぞれの用語を生み出した経緯もあり、フロスなどの当事語を支持する立場ではない。しかし、 両人営館での摩擦を望んでいるわけではないため、両者の関係を良好にする、この用語を歓迎している。事実、フリーソフトウェアの創始者であるリチャード・ストールマンは、公共の場でもこの当事語を用いている。とりわけ、研究プロジェクトなどではこの当事語を使って、中立性を保っている。2004年末には、フロスという当事語は、南アフリカ共和国やスペイン、 ブラジルを含むいくつかの国の英語での公式文書内で使われている。しかし、スペインポルトガル語で書かれた文書にはこの当時語は用いられておらず、というのはリーバ、またはリーブルでは誤解が生じることなく十分だからである。ただし、概念は今のところ定義されていないので、より良い理解を行うためにその概念を明文化して説明することが望まれている。ありがとうございます。